中国 の, あの友達たちがこんにちは、うん、私は今 ISI Language School で勉強しているんです。今日本の地震について私がみんなに伝えたいことがあります。今日本では、安全だと思います。日本人たちは全部ほとんどは元の生活に戻りました。みんなが平和で安全の場所でなんか生活して仕事します。多分ね、皆さんたちが帰らないの理由がなんか両親とかとても心配したので、これが分かりました。でもね、私たちが子供にとしては日本に行くの理由が自分の将来とか自分の未来が自分の夢を叶うように日本に来ました。だからこんな地震でみんなが帰っちゃったが、私はとても、とても心配だな。私たちが自分の意見がずっと持っていた方がいいですよ。両親が心配だから、私たちがちゃんと日本政府のやり方とかのちゃんと両親に伝えた、両親に安心させられます。だから両親が心配して日本に行っても大丈夫だ、と言ったら日本に来られますと思いますよ。だから中国 の, お母さんたちは、日本は今安全な場所だと、伝えたいです。だから自分の子供が日本に安心して、生活します。大丈夫だ。じゃあ以上です。ありがとうございます。